越谷にある佐野ラーメン。今回のお店は利久さんです。卓上アイテムは醤油、ラー油、酢、胡椒。佐野ラーメンだけではなく多彩なラーメンがあります。お得な日替わり。料金は注文時に払います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。店内はカウンター席とテーブル席。こじんまりとした感じで綺麗なお店です。メニューをご覧いただいた通り、そのラーメンだけでなくいろんなラーメンがあります。カウンターに座ったのですが、作る様子を見ることができます。拝見していると、一杯一杯を本当に丁寧に作ってらっしゃいました。佐野ラーメンと一口に言ってもお店によってはかなりの違いがあります。このお店の佐野ラーメンはどんな表現なのか楽しみですね。もうすぐ着丼です。はい、はい、どうもすいません、はい、こちらよろしいですか。はい、ごちそうさま。今回オーダーしたのは特製佐野ラーメン1050円。バラ肉のチャーシューはホロホロです。見ただけで丁寧に作られているのがわかります。鶏のチャーシューも入っています。透明度の高いスープですが、意外とオイリーな感じ。あっさりだけではないような印象です。自家製麺は高すぎな縮れ麺です。太さは綺麗に揃っていて、滑らかさもありますね。まずはスープから。あっさり味ですが、具からなのか意外と脂も浮いています。佐野ラーメンにはピロピロ系と言われる昔ながらの麺と、今風のものは強いコシのニューウェーブ系があります。この麺を食べた印象はニューウェーブに近い感じがします。麺がやや短めですね。チャーシューいきます。柔らかさ、味付けともに最高、素晴らしいチャーシューです。これはチャーシュー丼でも美味しいでしょうね。素晴らしいチャーシューの余韻でする一口を大切に味わいます。メンマはシャキッと系、佐野に行かなくても越谷で佐野ラーメン食べられるのは嬉しい。半熟加減もお見事な煮卵は優しく控えめな味付け。鶏チャーシューいってみます。これも淡い味付けですが柔らかくて美味しいです。
ワンタンはどうでしょうか。プリッとしています。上から見てもかなりオイリーですね。ラーメンにほうれん草が入っていると私としては嬉しく感じます。特製なので当たり前ですが、これでもかっていうぐらい具沢山です。麺量も私でも十分なぐらいあります。茹で加減もちょうど良い。うずらの卵も入っています。そんな幸せな時間に終わりが近づいてきました。少しお待ちいただいていますか。すいません。満腹感の幸せと一杯とのお別れの寂しさ、どちらもあります。ラストは鶏チャーシュー。最高。半餃子250円、大ぶりの佐野餃子ではなく普通サイズの餃子です。カリカリで中身はジューシー。手作り感いっぱいな美味しい餃子です。